今日は500円握りしめて駄菓子屋に行くトマスの一日を見ていきましょう。今日の予算は500円。大人になったからこそできる夢の駄菓子大量買い。ちゃんと計算しながらどんどん駄菓子をカゴに入れていきます。ガキンチョの頃に食べてたものがたくさんあってなんだか切ない気持ちに、タラタラと感傷に浸ってたら怒られたので早速お会計ゴー。おっと、これは大悟さんの大五郎カードで、大人の魔法のカードでピンチを脱出したらパンパンの駄菓子を持ってお家に帰宅。うぅー、チャンネル登録、タラタラしてんじゃねえよ。バッチー、食パン一斤使ってフレンチトーストが食べたい。今日は食パン一斤使ってフレンチトーストを作るトマスンの一日を見ていきましょう。マジデブ。大量の液が用意できたら中まで染み込むようパンに切り込みを入れていきます。そしたらパンを甘い液のお風呂に入れてあげましょう。俺も浴びて。ひったひたになってパンも大喜び。のぼしちゃう前にお風呂からあげてフライパンで焼いていきます。ワックワックが止まらない。せーの、1、2、3。あ、みんな火傷には気をつけるんだよ。怖っ。焼き上がったら最後はトッピング、アイスにバナナに生クリーム、お家にあったありったけのソース類をこれでもかというぐらいかけたら激甘トーストの完成。いただきます。やばい、うん、すごい雲みたいな味する、もっくもくアイスドン、お、おいちい。テク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 、うん、うん、うわ。今日はチーク菓子を楽しむトマスンの一日を見ていきましょう。いつも買い物に行ったらなぜか惹かれちゃうチーク菓子コーナー。チーク菓子をいっぱい買うのは小さい頃からの夢で、気づけば種類もこんなにたくさん。どんどん作っちゃいますん。お寿司屋さんにみんな大好きピザパーティー、デザートにはちょっと巻くのが難しいソフトクリームとたくさんのスイーツからの、ジャンクフード代表ハンバーガー屋さんは色合いも形も本物と掃除。小さな夏祭りだって開けちゃうよ。めっちゃ可愛い。最後はグミ釣っちゃいますん。おお、すげえ、取っただー。おいちい、取れたてのグミしか勝たん。ミニチュアフードが大集結、カンチェイ。全部並んだらすごい。いただきます。ジャンクフード、うご、ちゃんとハンバーガーの味する。ドーン、夢のチョコバナナ3個食い、うん、めっちゃうまい。みんなも子供の頃の夢は叶えちゃおう。バイバイすん。